日本関東地方神奈川県横浜市磯国田中電中は横浜市磯国の町名。現行行政地名は田中1丁目及び田中2丁目。住居表示実施済み区域。磯国中部の内陸に位置し、東北東、西南西に長い形をしている。中央を南北にささしもかまり屋道路が通り、道の東側が1丁目、西側が2丁目となっている。 一丁目に、道の東側にそうように笹下川が流れ、さらにその東側に、金沢道の旧道が通る。笹下川は、町内で分岐し、支流の左右手側が二丁目南部へ流れる。笹下かまり道路沿いには、古くから、ある住宅や商店が見られ、一丁目の丘陵地には、小建の分譲住宅地、三井団地や臨海部に工場を置く企業の社宅、寮がある。 住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、田中2から6から4の地点で19万千円、平方メートルとなっている。地名は、現在の2丁目にある薬王寺の奥の院本堂、薬師如来像が水田から出現したことに由来する。かつての倉木郡、田中村であり、1889年に刺した、矢部屋、日野、栗木、上中と。 ミネ、ひ沢の各村と合併、草か村大和田中となる。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。二千十六年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は、 以下の通りである。笹々市もかまりや道路の田中バス停より、洋光台駅や上大岡駅、金沢文庫駅、横浜駅へのバスの便があるほか、一丁目の住宅地を通り洋光台駅と磯子駅を結ぶ小型バスの路線もある。二丁目南部を JR 根岸線がかすめ、田中二丁目から根岸線洋光台駅までは、おおむね1キロメートル圏内である。 町内の警察の管轄区域は以下の通りである。田中町に関するカテゴリー。ありがとうございます。